はい。それではですね、またまた新シリーズ始めていきたいと思いますね。こちら、社労士合格1分解説、労働基準法で出てくる重要ワード、こういったテーマでお送りしていきたいと思います。社労士試験を、例えば初めて勉強される方のね、生の声で一番多いのはですね、新しい言葉がどん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 出てきますから、勉強始めるとね、なんかそれが追いつかない。法律というのは、言葉の積み重ねで理解が深まっていきますからね。 一つ一つの重要なワード各科目ですね文字通り1分ぐらいで,ですねシンプルに解説をしていきたいと思いますこれを参考にですねご自身、まあ、他にもね重要なワード各科目ありますからそういったものをね自分なりにきちっとこう説明パッとできると。これ重要なんですねこれはですね全くの初学者だけではなくて例えば本試験受験したけど択一式で時間が足らないという方は一つ一つの言葉とか一つ一つの制度っていうのがパッと思い浮かべられない方多いんじゃないでしょうか そういった方はですね、このね「社ャロシ」合格1分解説で各ワードイメージをですね、1分ぐらいでパンとね自分なりで説明できる、まあ、こういった訓練をねし続けていただければですね必ずですね問題を解くスピードも上がってくると思いますから、まあ、そういうですね、受験経験者の方もですねおすすめしたいシリーズになっています。それでは始めていきますよ はいまずはね、労働基準法の重要ワード、労働者から見ていきたいと思いますね。まあ、当然、労働基準法っていたのは、基本的に労働者と使用者の関係をね、規律していますからね、一番重要と言っていいでしょうね。でまずね、最初に知っておいてほしいのは、ここに書いてあります通り、同じ言葉、ワードでもですね、各法律によって意味内容が違ってくる。これね、最初にぜひ知っておいてくださいね。 ですから、ここでやる労働基準法上の労働者という定義は他の法律によると違うこともあるしまあ同じこともありますからまあそういったところを労働基準法上の労働者は2つ目に書いてあるようにキーワードとすれば使用従属関係これを言葉ぜひ思い浮かべられるようにしてくださいこの使用従属関係という言葉もちょっと難しいですけどね簡単に言えば使用者の指揮命令を受けて賃金をもらっているとこういった関係がある こういった人が労働者になります単純にですね労働者になるかならないかっていう問題たくさんありますからねその中でポイントになるのは3つ目に書いてあります労働契約というのがね存在しなくてもいいよとまあ普通は労働契約結んでね労働者になるはずですあとは労働時間についてもこれ関係ないですからね、まあ、その辺のところもですねしっかりとね押さえながら過去問を通してね具体的な事例でしっかりと見つめておく必要があると思いますね労働者は以上です はい。それではね、続いていきます。今度は使用者ですね。労働基準法上の使用者はかなり広いっていうのをぜひ最初に頭に入れといてくださいね。まずは事業主さん。これはオーナーさん、社長さん、イメージしてもらってもいいと思います。で事業の経営担当者って言ったら、まず役員の方。オーナーではないけど役員。代表取締役でもそういう方は多いと思いますけどね。経営担当者と言われます。あと3つ目がすごく重要で、 その事業の労働者に関する事項について事業のために行為をするすべてのものということで例えば総務部長さんとかね課長さんとかいうのもですねこれに該当することありえますこれも実態を見て判断をしていきますからねそういった人あとは委託を受けた社労士もですねこの丸3番に該当して使用者責任を問われるそういったこともありえるところですねとにかく4番目に書いている通り実質的に一定の権限が与えられている方は名前じゃないですからね 例えば使用者の伝達だけをする人これはやっぱり使用者には該当しなかったりしますからここもですね去問を通してですね具体的にですねしっかりと判断できる力が必要だと思いますねここのところも以上ですはい続いて適用事業見ていきますね適用事業もこれからですねあらゆる法律で出てくる言葉です会社だけじゃなくて事業所いわゆる労働基準法が適用されるところということになります で、重要なのは2点目に書いてありますがこれは会社単位で適用するわけではなくて場所ごとに適用するということになりますから場所が違うと同じ会社でもね適用は別々というところこれしっかりと押さえておいてくださいねで、3点目が労働基準法でいうと事業の種類関係ありませんどんな事業でもあとは労働者の数も関係なくですね労働基準法の適用される適用事業になっていきますからねこうしっかりと押さえておいてくださいねここのところは以上です はい。それではね、続いていきます。強制貯金という言葉ですね。これもね、言葉だけだとあんまりイメージがわかないかもしれませんが、丸1、労働契約に付随した貯蓄の契約をすることだと思っていただいたらと思いますね。この付随、これ条文のね、言葉であるわけですけど、労働契約と一緒にとか、労働契約に際してとか、まあ、いわゆる労働契約するときにもう貯蓄の契約をしてしまう、これを強制貯金と言います。 なぜこんなことをやるかっていうと労働者の足止め策と後からね労働者と使用者喧嘩した時にですね逃げ出されない使用者はこうね足止め策としてこういったことを昔よくやってたということで今回強制貯金しか上げてませんけどねこういう労働者の足止め策みたいなところの古い労働慣習こういったものをね排除するために労働基準法できてますから、まあ、こういった言葉ね最初のところたくさん出てきてますよね。 今の感じで言うと古臭い感じするかもしれませんが試験ではバンバン出ますからね絶対に押さえておかないといけないところですでこの強制貯金っていうのは例外なく禁止認められる場合ないんですねこれも非常に重要なところですねであと最後に書いてありますがこの強制貯金については別のね動画シリーズこちらの方 労働基準法のポイント解説っていうのをやってましてこちらで別途詳しく説明してますからご興味のある方はこちらの動画の方ね下リンクに貼ってますからねぜひねご覧いただければと思いますね強制貯金は以上ですはいそれではね続いて労使協定見ていきません、ね、これも労働基準法でめちゃめちゃ重要なワードということになりません、ね、労使協定って何かっていうと労働者の過半数代表者と使用者による書面による協定です この労働者の過半数代表者っていうのは、例えば過半数を組織している労働組合があったら、労働組合の代表者と使用者の書面による協定になるし、そういう過半数を組織している労働組合がなければですね、全体でですね、その代表者を一人正式に選んで、それで使用者と書面による協定をする。これが労使協定になりますから、どんな会社でも存在するんだっていうところをしっかりと押さえておいてくださいね。で、あとこの労使協定っていうのは、効力。 どんな力があるかっていうことですがよく言われるのが免罰的な効力と言われます読んで字のごとしですね罰が免,られる違法性が免除される力しかないとだから強制的なねまあいわゆる規範力と言ったりしますけどそういった力は労使協定にはないですこの点労働協約似た言葉ねと比較する必要があるんでしたね労働協約っていうのは労働組合が必ず存在しないと存在しないもの 労働基準法上はね、まあだいたい1箇所ぐらいね、重要な点がありますけど、基本的には労働組合法で労働協約書いてありますからね、労働基準法は労使協定、しっかりと意識してください。労働基準法上、全部で14箇所出てきますからね、で、その14箇所で労使協定届出がいるのかとかですね、有効期間の定めがいるのかどうかとかね、まあそういったところまで基本的にすべて押さえておく必要があると思いますね。 でその14箇所ある労使協定の中で一番重要な労使協定これが労働基準法上36条に書いてあるね労使協定これをいわゆるサブルク協定と呼ぶんですよねこれだけは特に重要ということで、まあ、試験でもよく出るところというところでした労使協定しっかりと押さえておいてくださいねここのところは以上です はい。続いて解雇見ていきたいと思いますね。解雇も労働基準法上重要なワードということになりますね。まず定義、しっかりと自分の中でパンと言えるようにしておきましょう。まあ一般的にですね、使用者の一方的な労働契約の解約ということになります。だから、自己都合、労働者側から辞めますっていうのは当然解雇ではないし、雇い止めって書いてある。雇い止めっていうのは期間満了ですから。有期契約が満了して辞めてもらう。これも解雇じゃないですからね。これしっかりと押さえておいてください。 労働基準法上解雇の規定というのは大きく2つです。解雇制限、いわゆる解雇は絶対ダメよという期間が2つありますね。これしっかりと押さえておかないといけません。あとは解雇予告といって、解雇する場合の手続きということになりますね。これももちろん解雇って自由じゃないですけどね。解雇できる場合でも手続ききちっと規定されてるんですね。これを解雇予告といいますね。この辺のところもしっかりね、まず構造から押さえてもらって、解雇制限も解雇予告もね、品質のところです。 ここもですねポイント解説用意してますから是非ね下のね概要欄からね動画見ていただければと思いますね解雇についても以上ですはいそれではね続いて賃金見ていきたいと思いますねこれもね択一試験では必ず1問あると言ってもいいでしょうかねもちろん選択式でもよく出るところ考えてみれば労働者この賃金を得るために働いているわけですよねでこの賃金定義も重要です 労労働働のの対価として使用者が労働者がに支払うものちょっとざっくり書きましたけどね名前なんか関係ないですね労働者が使用者に対価として払うものこれが賃金ということになります労働基準法上賃金となるかならないかっていうのは非常によく問われるところですねで結局労働基準法上賃金になればどうなるのかっていうとその下にあります賃金支払いのの原則の適用がありますこの5原則もパッと言える必要がありますけどね賃金は通貨で全額 直接払う必要がありますし、毎月1回以上一定期日に払う必要がありますね。こういった5原則、適用があることになります。また、この5原則の例外なんかも非常に重要ですけどね。あとは平均賃金、これもよく重要ですよね。これは労働者の1日あたりの賃金だと考えてもらって、基本的に労働者の1日あたりの賃金問題にするときには、この平均賃金を使っていくことになりますね。 あと最後、休業手当。このワードを聞いた瞬間にパッとね、使用者の責任に期すべき自由による休業。つまり、使用者の責任で休ませた時に、使用者にですね、例えば平均賃金の60%以上、払わないといけませんよ。こういった義務を与えている、これ、休業手当と言いますよね。これは賃金ですけどね。こういった話がたくさん盛りだくさんのところですけど、どれもよく出るところですからね、しっかりと抑えていく必要がありますね。賃金についても以上です。 はい。それではね、続いて、変形労働時間制見ていきたいと思いますね。労働時間がね、労働基準法、やっぱりポイントなんです。ボリュームがあるんですね。その中で、最初に勉強する労働時間のまあ変形のやつが、変形労働時間制と言いますかね。労働基準法は定めている労働時間のことを、法定労働時間と言います。例えば、原則1日8時間、1週40時間。これを弾力的に適用していこう。暇な時はね、これを少し短くして。で、忙しい時に、この法定労働時間の余ったやつを振り分ける。 これをですね可能にしているのが変形労働時間制で4つありますよねその下に書いてあります1ヶ月単位の変形労働時間制とフレックスタイム制と1年単位の変形労働時間制と1週間単位の非定型的変形労働時間制と4つありますね。 で、この4つ当然その3番目に書いてあるように4つ制度があると言われたらね比較して違うところが出てきますから手続きがどうなのかとかですね届け出がいるのかどうかとか労働時間の制限どうなのかとか、まあ、そういったところをですね、まあ、単純にね自分なりに整理して必ず準備しておくところということで、まあ、ここもねポイント解説しておりますから変形労働時間制ね詳しく整理のポイント見たい人は確認をしていただければと思いますね。 はい。それではね、続いてみなし労働時間制見ていきたいと思いますね。名前面白いですけどね、もう言葉の通りなんです。みなし労働時間制。労働時間をみなす制度。まあ逆に言うと、労働時間だけをみなしますから、あと休憩とか休日とかね、まあそういったのは当然ですね、適用があるわけです。労働時間だけをみなす。じゃあどうみなすかっていうと、3つ制度がありましたね。それでそれぞれ違いました。事業場合労働。 専門業務型裁量労働制企画業務型裁量労働制でそれぞれ見なす時間が違いましたけどパンパンパンと言えますかね、まあ、この辺しっかりとねそこら辺押さえてから細かいところ見ていくといいんですねでここもですねポイント解説やっておりますから必ずねこちらのポイント解説でポイントのところねしっかりとね自分でパンとね言えるように準備しておくといいと思いますねここのところは以上です はいそれではね続いて割増賃金見ていきたいと思います、ねまあ、この辺からちょっと難しくなってくるところなんですね労働時間のところでもねでまあ文字通り割増賃金って何か通常の賃金を割増で払わないといけないという場面があってで割増率もちゃんと決まってますよねまずですねその割増賃金だけ何の賃金をベースに考えていくかここ重要です1点目に書いてあるように平均賃金じゃないんですよね通常の労働時間または労働日の賃金と言われているものを出します あとはどの場面で割増賃金が必要かっていうと時間外労労働、働、休日労働深夜休この3つです。ただしこの3つが重なり合うことはありますよねずっとこう1日あたりね時間外労働が続いていくこういった場合あと翌日まで持ち越す場合で翌日が労働日なのか休日なのかによって割増賃金率変わってきますよねあの辺まで必ずですね判断できるようにしておくこれ絶対必要だと思いますね ここについてもポイント解説しっかりやってますから、まあ、こちらの方でね、ぜひご確認いただければと思いますね。ここのところは以上です。はい、それではね、続いて41条該当者、見ていきません、ね、41条該当者っていうのはね、まあいわゆる労働基準法上41条に書いてある人っていうことですけど、4人いましたよね。 この4人の人パンと出てくる必要が当然あってこの4人のうち1人の人だけここに書いてあるように労働基準監督署の許可を受けて初めて41条該当者になりますね。でその下にあるようにこの41条該当者は労働時間休憩休日の規定が適用除外されていく人これが41条該当者と言いますから、まあ、当然41条該当者が労働時間休憩休日の規定が適用されないというのは当たり前なんですね。 それが適用されないっていうことはどういうことかっていうと、結局はですね、まあ、いわゆる法定労働時間とか、法定休日が適用されないわけですから、時間外労働、休日労働の割増賃金が不要というところに行き着きます。すなわち、深夜業についてはね、適用されるわけですから、深夜業の割増賃金については払わないといけないし、除外されるわけではないんですよね。結論で言うと、時間外労働、休日労働の割増賃金がいらない人。まあそんなイメージね、パッとできるといいかもしれません。 こここここについいいいててももポインント解説しっっかかかりやまますすらららね。概要欄からリンク飛んででうとといいと思います、ね、ここのところも以上ですはい、それではね、続いて、高度プロフェッショナル制度見ていきたいと思いますね。試験でもですね、高度プロフェッショナル制度っていうことで出てますから、もうこの名前でね、覚えてもらっていいと思いますね。これもですね、比較的新しい制度ということになりますが、まずね、導入するのにかなりね、複雑にね、いろんなことを決めていかないといけないです。1点目。 まず労使委員会というのが絶対必要です労使協定関係ないですコープロね労使委員会の決議をしてそれを届け出る先ほど見たですね企画業また裁量労働制と同じような手続きが必要なんですねでコープロの適用労働者というのは真っ先に2点目 労働時間休憩休日これさっき41条該当者で適用されないって言いましたけど、プラス深夜業も適用されないということです。ということは昼翻っていうと時間外労働は割増、賃金も休日労働は終わります。賃金も深夜業の終わります。賃金もいらない人ということになりますね。そ少しっかりとまず思い浮かべられるようにしておいてくださいね。 ここについてもね、非常に複雑なね、手続き必要です。選択でも十分狙われるところですね。ここもしっかりポイント解説してますから、ポイント解説の方で詳しくね、確認していただければと思いますね。ここのところは以上です。はい、それではね、続いて年次有給休,休暇見ていきますね。年次有給休,休暇、簡単に言うと有給のことです。一般的に有給って言いますよね。年休って言ったりします。 で、これっていうのは、1点目にあるように、労働者ならば誰でも取得できる権利です。使用者の承認とか許可いらないですからね、もう自動的に労働基準法上ね、権利として認められています。しかも、労働者ってことは、これ、アルバイトパートの人ももらえることが大前提ですから、まずここしっかりと意識しておいてくださいね。で、丸のに、比例付与。いろんなワード出てきますけどね。まず、比例付与っていうの。これは、通常の労働者と比べて、アルバイトパートの人はね、労働日数少なかったり、労働時間少なかったりしますから、 それに比例してですね、有給休暇を計算、日数計算することになります。ここを比例付与と言いますが、これ絶対できる必要はありますからね。あとは、重要なワードとして計画的付与。会社がですね、労使協定で年次有給休暇の、ね、日を設定する。あとは、時間帯年給。時間で与えることができる。あとは、使用者の時期指定といって、使用者にですね、年給を与える義務。一人一人の労働者に対してね、こういった義務を与えてたりします。 こういったところ非常にね年休というところも択一はもよく出てきますし選択でもね判例を含めてよく出るところですからここもしっかりと理解を深めておく必要がありますね。ポイント解説してますから参考にしていただければと思います。ここのところも以上です。 はい。それでは続いて、年少者見ていきたいと思いますね。まあ、ここからね、またさらにちょっと難しくなってくるんですけど、イレギュラーの例外の人、労働基準法上保護すべき人が2人いて、そのうちの1人がこの年少者という人ですね。年少者って誰かっていうと、これ18歳未満になります。ですから、今ね、高校生でもね、年少者いるということですね。この年少者っていうのは、ですから未成年者と民法上の定義ね、基本的に一緒だと思ってもらっていいと思いますね。 あと、この年少者のところでさらにもっと保護すべきということで、児童という言葉が出てきますね。これは、15歳に達した後、最初の3月31日が終了する、つまり、中学校を卒業するまでの子を児童と言いますから、当然、児童も年少者に該当しますが、この児童については、基本的に労働者として使用禁止、当たり前ですね。義務教育ですからね。こういったところ、まずパッと思い浮かべられるようにしておいてください。年少者を働かせていいですからね、普通にね。 高校生ような人ででも大丈夫ですよね。だけど児童は基本的に禁止ということになります。であと保護の形態のところ労働時間とか休憩とか深夜業とかねそういったところでやっぱり一般のね通常の労働者と違った保護がありますからきちっと整理しておく必要があるところなんですね。ここは整理力が試されるところというふうに思いますよ。ここもしっかりポイント解説してますからね確認をしていただければと思います。ここのところは以上です。 はいそれではね続いて妊産婦見ていきたいと思います、ね、保護すべきもう一人の人妊産婦まずね定義しっかりと押さえておいてくださいね妊娠中の女性と産後1年を経過さない女性この2人を合わせたものだから産む前と産んだ後含めた概念これが妊産婦ということになりますねこの妊産婦の規定のところでやっぱり重要なワードとしては産前産後休業期間 定義がこここ出てますよねこれもう絶対パッと言えるようにしてくださいね。これいろんなところで顔出しますからね。3,000産後休業期は。労働基準法だけじゃなくてね。で、これは基本的に3,0006週間。括弧の中は多大妊娠。双子以上の妊娠の時14週間前から休めます。産後は8週間いうことですよね。基本的にね。 あと、出産の定義。これもね、社会保険に行ってもね、基本的に同じですから、パッとイメージできるといいですね。妊娠4ヶ月以上の分娩を言います。日数で言うと、1ヶ月28日で計算するので、85日以上の分娩。これも覚えておいた方がいいですね。ですから、85日の分娩ということになると、早産とか流産とかね、死産のこともあるかもしれませんが、そういった場合も含めて、出産ということになりますね、まあ。こういったまず定義、しっかりと頭に入れる必要があるかなというふうに思いますね。 ここもポイント解説しっかりしてますからね。ポイント解説参考にしていただければと思いますね。妊産婦も以上です。はい。それではね、最後、就業規則見ていきたいと思いますね。就業規則って一言で言うと何かっていうと、1点目に書いてある通り、職場内のルールです。 これをですね、ちゃんとね、まあ、書面というかね文字にしてですねこれで労働者に周知させる必要があるんですけど常時10人以上の事業場で作成するこれももちろん場所ごとですよ場所ごとで10人以上もちろんアルバイトパートも含めて10人以上常時いる場合職場で必ず就業規則作成義務が発生しますよねそうじゃないところでも就業規則作ってもちろんいいですけどね で、丸のに過半数労働者との意見を添付して労働基準監督署長に届け出をする必要がありますね。あとは労働者にも周知させる義務があるということですね。この就業規則は職場のルールですから例えば労働者が職場内でねちょっと悪いことをした時に制裁の規定をね就業規則の中で作るその制限の規定なんかもね書いてあったと思います。 こういったところも含めてポイント解説してますからねこちらもポイント解説でしっかりね就業規則イメージ膨らませてもらうといいかなというふうに思います。ということで今回ですねままずは労労働基準法でね社士合格分解説ししてみたこれを参考にですね自分の中でどん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 ねワードから思い浮かべられる話っていうのをどん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 つなげていくとね理解がどん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 深まっていって頭の中で記憶がね硬くなっていきますから是非ねこの1分解説有効に活用していただければと思いますね。 今回は以上です。